最高かよ、最高かよは日本の女性アイドルグループ HKT48 の楽曲。作詞は秋元康、作曲は泉和也が担当した。2016年9月7日に HKT48 の8作目のシングルとしてユニバーサルミュージックから発売された。楽曲のセンターポジションは松岡花が務めた。最高かよのアドトラック前作。 74億分の1の君へ、から約5ヶ月ぶりのシンブル。タイプ A、タイプ B、タイプ C、劇場版の4形態で発売。今作から、劇場版の販売サイトは、キャラーにチャンスから、アクスが運営する AKB48 グループショップに変更された。選抜メンバー及びセンターポジションは、2016年7月13日に、 福岡サンパレスホールで行われた全国ツアー、HKT48 夏のホールツアー2016、HKT が AKB48 グループを離脱。国民投票コンサートの2日目公演で発表された、井上ゆりマリアと田中優香が初選抜。元村葵は6枚目シングル、シェカラシカ。以来約10ヶ月ぶりの選抜復帰。前作の選抜メンバーのうち、 2016年7月31日に卒業した穴市博のほか、坂口美智子、田中夏美が今作では選抜から外れた。センターポジションは2015年に開催された第2回 AKB48 グループドラフト会議で指名され加入した松岡花であり、ドラフト2期生がシングル表題曲のセンターを務めるのは AKB48 グループで初めてである。 2016年8月15日に大分市イーチコグランシアタで行われた戦術のホールツアー最終公演で楽曲タイトル発表と共に初披露された。また2016年9月9日放送のミュージックステーションでテレビ初披露された。共通カップリングには2016年3月30日に結成されたチームチー初のオリジナル楽曲。 空耳ロックが収録された。タイプ A には2016年7月31日に HKT48 を卒業した穴市ロの卒業ソング夢一つが収録された。歌唱メンバー、穴市ロと仲間たちは一期生と AKB48 からの遺跡メンバー2名からなる。タイプ B、C にはチーム H とチームキブの各曲をそれぞれ収録。劇場版に収録された。 女の子だもん、走らなきゃ、は、松岡花のソロ楽曲で、HKT48 のシングルに、メンバーのソロ曲が収録されたのは、やぶきなしに次二人目である。最高歌謡は、今年最高のアッパーミックスソングとしており、歌詞には、ミックスと呼ばれる、アイドルファンが曲を盛り上げるために行うコールが、盛り込まれている。原は、斬新な曲と言っており、 好きな曲の1位は12秒だとしたものの、メガボルトが今までで一番お気に入りと発言した。また、指原は最高かよって聞いたとき、三村さんが頭から離れなかったと、サマーズの三村まっさかずのツッコミを連想させるフレーズであると発言し、三村もツイッターで俺も真似して言ってみた。しっくりきた。と反応を示した。a k b のや、 君はメロディーなどを作曲したミュージシャンで作曲家のなるせ、秀樹は参ったな、HKT の新曲が素晴らしいな。誰かな、作曲と発言している。CD ジャケットの裏面にはメンバーは描かれていない。最高かよのシングル CD は2016年9月19日付のオリコン週間 CD シングルランキングで推定27万枚を売り上げ初登場1位を 獲得し、女性アーティスト歴代1位記録を持つ、デビューからのシングル連続1位獲得作品数を8作連続に更新した。最高歌謡、HKT48 の姉妹グループである JKT48 が本楽曲を、ルアービアサ最高歌謡というタイトルでカバーし、グループの15作目のシングルとして、2016年12月21日にヒッツレコーズから発売された。 歌詞は全編にわたってインドネシア語に翻訳したものだが、英語と愛の手の部分のミックスを含めた一部の日本語はそのまま使用されている。楽曲のセンターポジションは、ナビララとナアイアザリア、アディスティザラ、ヌルハヤティ、マデ、デビラニタニンタラが初選抜となっている。2016年12月30日にグループを卒業した中川遥の最終参加シングルとなった。 また、英語でカバーしたバージョンも収録されている。今作は JKT48 が初めて、HKT48 の楽曲をシングル表題曲としてカバーした。AKB48 以外のグループでは、SKE48 に次いで二組目。今作の制作のきっかけとして、指原から中川への進言もあった。販売形態は、通常版、ミュージックダウンロードカードの2種。 カップリングでは他に AKB48 から夢の川、スクラップビルド、NMB48 から、ハ HKT48 から、桜、みんなで食べたの、K4 曲のカバーが収録されている。夢の川は、もともと、前田敦子の卒業ソングであるが、今作では、寸外インピアン夢のお川のタイトルで、中川の卒業ソングとして収録された。ありがとうございます。